ハープを弾くダビデ、ドメニキーのが。バロックハープは17世紀から18世紀にかけて使われたハープの一種でペダルアクションを使わずに全ての半音を演奏することができた。小楽器の一種でトリプルハープとも呼ばれる。トリプルハープは16世紀末から17世紀の初めにかけてイタリアで発明され17世紀に広く普及したが、 ペダルアクションが発明され衰退した。現在のダブルアクションペダルハープと大きく異なる点は、ペダルが存在しない点、そして弦が3列に貼られていることである。弦の並びは両脇がピアノの発見にあたるダイアトニック、真ん中の列が黒弦の並びになっている。よって、両脇の弦の間から指を入れて、真ん中の弦を弾く必要がある。 現代のダブルアクションペダルハープが主に47本の弦を有するのに対し100本ほどの弦が張られている。ただしテンションはダブルアクションペダルハープに比べ低く細い。主にガット弦が用いられるが一部フロロカーボンなども使用される。調律法は現代の平均率ではなくミーントーン、ヤング、バロッティなどが多い。バロック時代以降、 トリプルハープはほとんどの地域で滅んだが、ウェールズでは現代まで細々と生き残った。稀にこの楽器のために新作が書かれることがある。日本ではゲーム音楽のために使用されたことがある。ライナー・アトゥーラウ、ありがとうございます。